こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、昨日ね、産卵をしましたハンちゃんに産後のご飯あげていきたいと思います。はい、ということでね、今日用意したご飯がこちらになります。じゃじゃーん、ひよこですね。ひよこを11羽ですね、ちょっと中途半端ですけど、余ってた11羽解凍しましたので、こちらをね、あげていきましょう。ねえ、ガッチャン泣いてる？泣いてるよ。扉の向こうにね、多分います、ガッチャンは。ガッチャンはじゃあ、ナギちゃんに遊んどいてもらって、こちらですね、下にもう見てますね。うん、お腹空いてますからね。産後は多分一番お腹空いてますよ。このなんかね、シワがすごいですからね。もうこんな、なかなかこんな来ないですからね。うわうわ、上来た、上。反応がすごい。あ、うわうわうわ、反応がすごい。こんなことないもんね、ハンちゃん。ほら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 。じゃあね、外にね、出てきてもらって食べてもらいますからね。蓋を開けて、これ開閉がね、結構ね、こう奥まで来るんでね、蓋開けて、あんちゃん、あんちゃん、これあんちゃん、これ下下下、こっち、こっち、うわ、すごいすごいすごい、すごいよ、あんちゃん、あんちゃん、こっち、こっち、こっち、そこはね、よし、そのまんま、おしごい、あんちゃん下、すごいね、あんちゃん下だよ。じゃあ上開けてみますか。あ、落ちるかな、落ちなさそうだね。ちょっと上も開けちゃおうかな。上も開けて、さ、さささ、危ないよ、手に来るかもしれない。よし、下です、下。あ、来た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 、あ、よしよし、来ました、1羽。さ、すごいね、やっぱお腹空いてるからね、早いっすよ。あ、いいね、おいしい、めっちゃおいしい。さあさあさあ、食べてください、いっぱい。さあ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 、おいしいですか、あんちゃん。勢いがいいね、勢いが。わあしゃあ、わあしゃあ、うわ、すごい、中身が出てきた。うわあ、3羽だね。一瞬でもう3羽いった。次もうすぐ行きそうですね。ガッチャンが泣いてます。4羽目、うおー、行きました。早いっすね。いっぱい食べたね、頑張ったからね。この中の方がね、すごいすごい、これ島がね、すごいです。やばいやばい、マイクに噛みついてきそう。さあ、5羽、これ10羽いっちゃうかな、ハンちゃん。ハンちゃんはね、まだ単独で10羽は多分食べてもないと思うんですよね。いいね、うわぁ、 6ですかね、それが。食べるね、全然止まんないもんね。7、そうそう、ゆっくり食べな、ハンちゃんね、ゆっくり食べなね。喉のこの溜まりがすごいからね、溜まってね。あ、でももう一瞬で流しちゃうね、早っ、食べるの早いね。よいしょ、8匹、あ、ペロリと。早っ、すごいじゃん。普通に普段のセン君より食べるの早い。9、11羽用意しましたからね。9でしょ、10、11、11羽いっちゃいそうですね、これ、このペースなら。さあ、誰がいるか。おいしい、あんちゃん、頑張ったね。よいしょ、おお、10羽いきますね、10羽余裕でいきますね。はーい、
素晴らしい。いいね、食べるね。あんちゃん、ラスト11話いるけど食べるかな。もう食べそうだね。すごいね、全然止まらなかったね。わーじゃん。まあね、いっぱい食べてね、あの栄養ね、卵でいっぱい使いましたからね、これで体力戻してほしいですね。よいしょ。食べ過ぎ注意で、食べ過ぎ注意。おー、いたいたいた。あー、食べました。全部いっちゃいましたね。全然余ったらね、こっちのね、あられちゃんとかね、あげようと思ってたんですけどね、全部食べちゃいましたね。お一人で全部食べましたね。美味しかったですか？飲み込んでね。女の子だからお顔がスリムだよな。すごいね、あの量をこのお腹に全部入れちゃって、まだちょっとなんか余裕がありそうな雰囲気ですもんね。すごいね、よく食べましたね。よかったよかった、元気そうでよかったです。でね、まあ卵の方はね、はんちゃんが、産んだ卵はね、1個だけ、形が良かったと思うんですけど、その1個はね、まあ今のところ、順調そうかなというところで、ございますね。ね、せんくんとはんちゃんの子供に関しては今後はね、子供を取る予定はないので、そう、今回産んだね、1個が生まれたらね、今後はせんくんとはんちゃんペアでの子供取りはね、もうしないと思いますので、はい、また別の子だったりをね、こう掛け合わせたりはしていきたいなと思うんですけど、せんくんはんちゃんの子は今ね、全国各地でお店でね、販売されてるかなと思うんですけども、その子たちと、僕のお店でね、まだ1匹いますけど、その子ぐらいかなっていうところでね、ぜひね、せんくんはんちゃんファンの方ね、綺麗なアザンティックの子供たち生まれてますのでね、よろしくお願いします。すごいね、この垂れた餌ですら舐め取って食べようとしてますね、全部これ。お腹空いてんだね。あれだけ食べてまだこんなの探すってすごいね。おいしい？おいしかった？じゃあしっかりね、消化してね、そう、栄養にしてくださいね。はい、ということでいかがだったでしょうか。はんちゃんにね、産後の給餌をしてみました。まあね、予想通りの爆食具合でしたね。またね、今度せんくんとはんちゃんと、一緒に食事だったりもね、撮影していきたいなと思いますので、ぜひそちらもお楽しみに。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。